さあこちら、買ってきて忘れた、ちょっとずつ掘ってきたら出てきまして、ノンスケールプラスチックモデルキット、トップを狙えびっくりメカニックセレクション、はい、これね、トップを狙え35周年、はい、でメーカーが僕も初めて買ったベルファインっていうメーカーやねんな。ベルファインっていうメーカーで、これが箱がちょっとセンスいいのがここね、おかえりなさいと書いてある、 E が逆さまになってて、はい、これはね、一作目のトップを狙いを見たら、意味がわかる。高谷紀子やなが、一人で、すごい期間かけて帰ってきた時に、まあ、お帰りなさいと書いてある、ね、特に、沖縄っていう認識じゃない日本とか地球が人類が生きてんのかどうか分かれへんところに最後この色が出て、でちょっと泣けるぜみたいなところで、このキットには、実はこれちょっと買った原因っていうのがあって、ここ、第4世代、特型宇宙戦艦バスターマシン1号と、ここ第4世代特型宇宙戦艦バスターマシン2号。これ実はね、バスターマシンが1号と2号が別々で、キット化されてるのって多分ないんじゃないのかな。どっちかといえばバスターマシンって言ったらスーパーウルトラなんとかキックみたいなやつ、キックしてるやつだとか、腕を組んでるね、だん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 言いながら出てくる腕組んでるバスターマシンが一般的なのに対して、これが1号と2号が別々になってるところ、これがねちょっとそそった。で次がここ、帝国宇宙軍一等軍艦第一等超高速艦隊機関ルクシオン、これね、ルクシオンっていうの、これルクシオンって何なんて。これはね、お父さん高谷紀子のお父さん高谷雄三が、まあまあ高谷紀子は小さい時に、まあまあ宇宙に出かけた時に乗ってた大帝国宇宙軍の船、ここ書いてあるんだけど、帝国宇宙軍一等戦艦人類初の超高速戦艦として2013年8月に進駐。あれ？今24年やで。あちゃ。5年間の調査飛行に旅立った。2015年、白鳥座にて宇宙怪獣と初の遭遇、大破。その後、無限に加速を続けながら、海王星軌道に飛来した。艦長は高谷雄三、ルクシオン。これはまあ、劇中では、まあもう、隠してもしゃあないんですけど、劇中では、まあ高谷紀子がこれを見つけて、で無理やりここに乗っかって、でコックピットまで行った、この前やな、コックピットまで行ったらコックピットがなかったね、ルクシオン。で次が、次エクセリオン、これ地球帝国宇宙軍一等軍艦、これエクセリオン、あんまりここはあんまり響けへんところ、あんまり響けへん。で次がこの下、全長35センチ、地球帝国恒星宇宙軍ゼロ等やな、零等軍艦銀河中心殴り込み艦隊機関エルトリウム米印、これね、はい、があってよ。今日ちょっとね、朝やな、荷物下ろさなあかんからってエッサホッサしてる時にこれを見つけて、あれ
トップを狙えって言ったら、高谷典子と、あれやな、天野一美のフィギュアがついた海洋堂のやな、やつがあったけど、フィギュアだけそのまま置き去りで、そのままになってるやんと思ったんやけど、今更ガンバスターやな。今更ガンバスターが見たいわけでもないわけやねんな。で、申し訳ないけど、フィギュアだけが欲しいだけで、ガンバスターが欲しいわけじゃないんやけど、これ、実は出てきて、ベルファインっていう会社、ここね、販売、発売、販売、株式会社ベルファインって書いてあって、で、まあね、6000円ぐらいすんねん、これね。今いくらか知らんけど、買った時6000円ぐらいやってんやん。ということは、1個あたり1200円ぐらいの感じやんな。んで、これ、こっち持ってきて、やめときゃいいんですけど、こう上が開いてたんで、中ちょっと見たのよ、これ見て。見たところ、1個ぐらいやったら、これね、5個入りやから、1個ぐらいやったら、まあ、ちょっともしかしたらいけるんちゃうかなと思ったんですけど、で、どれやねん、1個ぐらいやったら、これエルトリウム、いや、違うやろ。エクセリオン、なんかな、ルクシオン、これはあるかな。バスターマシーンはないな。買った時は勢いやったけど、このバスターマシーン1号がね、ガンバスターの上半身って言われても、ピンと来ないのよな、これ。上半身。確かにここら辺がパックリ割れるんやろっていうのはわかるけどやで。で、こっちのバスターマシーン2号は、もっとないわ。バスターマシーン1号がないのに、2号はもっとないやん。で、このエクセリオンか、エルトリウム、やねんけど、まあ、なら、ルクシオンぐらいから言っとくって言って、実はね、これルクシオン今途中なんだよ、実は。途中です。で、途中やねんけど、うっそやんみたいな、この、ベルファインっていうメーカーやな。僕も初めてやねんけど、ベルファインっていうメーカーが作ってる、この、トップを狙えのね、船セットは、衝撃の内容やで。衝撃の内容やった。笑いながらでいいけど、うっそやんみたいな。ほんまにね、昭和のね、なんて言うんやろ。昔青島やったかな。青島の合体シリーズっていうの。青島の合体シリーズや。100円とか80円で買って、4個買ったら、一つになるみたいな、青島の合体シリーズを彷彿とさせるような設計がね、すっごい昭和やねん。設計が昭和バリバリ。で、ルクシオンで途中でね、うっそやんみたいなパーツ割りで、びっくりしたわ。出来上がったこれ、ほんま真っ直ぐになんのんっていう昭和な設計やねん、このベルファイン。で、途中でね、ちょっと、考え方を変えたっていうの。まあ、どうせこれ色使わなあかんからな。色も使わなあかんからやねんけど。ルクシオンね。ということは多分ね、ガンバスター1号、バスターマシン1号と、バスターマシン2号も、多分同じやねん。で、ルクシオンがこれやったら、ルクシオンが昭和やったら、エクセリオンとエルトリウムはもっとね、昭和な匂いがするはずやねん。っていうことでね、制作編に入りますけど、もう一気に、出来上がりを見てもらうか、やっぱり色を入れた方がいいのかっていうのが今、すっごい迷ってるところなんです、今。もう恐ろしくね、すごいっていう、そんなとこですか